さあ始まりましたワンキャリ企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析しその魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回の企業はミスミさんです。グローバル EC 企業で世界の製造業を支えています。では改めて今回のゲストをご紹介しましょう。ミスミから尾形さん、そして古谷さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。緊張されてます？そうですね、結構緊張してますね。はい、古谷さんはもうなんか慣れた感じ？あ、そんなことないね。お二人でご出演されるのも、まあ、こういったお仕事を二人で取り組まれるのは今までもありますか？こういった出演は初めてですけど、うん、なんか会社説明会とかで一緒に出たことがありますね。日頃からコミュニケーションはバッチリ取れてます？バッチリです。顔を見合わせてますけれども、はい、バッチリで、ね、単語もあったと思いますので、ではお二人力を合わせて、はい、臨んでいただければと思います。はい、お願いします。はい、さてここからはさらにいろいろと深掘ってお話を伺っていきます。では今回のトークテーマ見てみましょう。こちらです。このような5つの質問をご用意いたしました。上から順に伺っていきます。早速1つ目の質問です。こちら、ミスミについて改めてお伺いしたいと思います。専門商社とは一線を画す ECDX 推進企業とはということで、こちらいかがでしょうか？はい、そうです。説明会の時にもお伝えしたんですが、ミスミがお客様に対して商品を選ぶところから最終的にお客様のお手元にお届けするまでの間で顧客時間価値というものを提供しております。はい、まあ、具体的に申し上げると、お客様がこう EC サイトだったりとかで商品を選ぶ手間を削減したり、あとは確実堪能期、まあ、確実に堪能期でお届けする、まあ、そういったサービスを通じてお客様にこう時間価値という付加価値を提供しております。はい、まあ、今その中でもその時間価値を最大化するために、こう製造業 DX と言われるようなこうアプリケーションを開発したり、あとは確実堪能期を達成するための EC というのをこうツールとして提供している、まあ、そんな企業になります。はい、どんな企業だと理解してもらえるのがいいですか？はい、そうですね、まあ、先ほどの説明でも、まあ、メーカーでもあり、はい、商社でもあり、うん、EC もあり、でなんかこうなかなか捉えどころがないんですが、まあ、全てのこう機能を全部まとめて、はい、最終的にはものづくりにおけるお客様の時間の価値を作り出す、はい、それを提供する、まあ、そんな企業というふうに捉えていただければと思います。はい、となると競合と言われるものはどんな企業になりますか？うん、はい、ありがとうございます。そこのご質問をよくいただいて、はい、なかなか回答難しいなというふうに思ってます。というのも我々が800外というのは星の数をほどあるバリエーションの製品がありつつ、はい、各商品のカテゴリーで競合の企業様がいらっしゃいます。ただ、まあ、我々はメーカー、ものづくりをするメーカーでもあり商社でもあるので、メーカーとしては競合企業になっても、うん、商社企業としてはライバル企業様が弊社の EC プラットフォームを利用していただいているというところなので、はい、なんかなかどこっていうのは難しいと思いまして、なのでこうものづくりっていう観点ではこうメーカー企業様で、こう、まあ、EC っていう観点ではこう、まあ、他の EC 企業様が、うん、競合になるかなというふうに捉えております。はい、ありがとうございます。ではその強固かつ特徴的なビジネスモデルが実現できる理由というのは何なんでしょうか？はい、まあ、そこに関しては本当にシンプルだと思うんですけど、うん、まあ、幅広いバリエーションの製品であったりとか品揃えっていうのはあるんですが、もう常にこう時間の価値っていうのは変化すると思うんですけど、はい、まあ、お客様がものづくりにおいてこう時間の価値っていうのはお客様によっても時代の変化によっても技術 の進化によっても変わってくると思うんですが、うん、そこにも本当にフォーカスをして、どうすれば1秒1分1秒削り出せるのかっていうふうに時間にフォーカスしてビジネスを推進してきた点が強固なビジネスモデルを今築き上げられている理由かなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では続いての質問に参りましょうか。続いてはこちらです。はい、今お話の中でも顧客時間価値の創出がミスミの特徴ポイントであるということでしたが、ではミスミ独自のビジネスモデルが社会に与える影響、こちらについてお伺いしたいです。はい、そうですね、先ほどもお伝えしたように、こう我々はこう時間価値っていうのをお客様に提供しておりますので、はい、まあ、我々のお客様からはこうミスミに発注すると確実に時間が読めるであったりとか、